電話を探す機能のご利用方法をご説明します。本製品に設定した Windows Live ID を利用してパソコンなどから本製品を探したり遠隔でロックすることができます。パソコンから電話を探す場合はブラウザで windowsphone.com へアクセスします。画面右上にカーソルを移動し、サインインをクリックします。本製品に設定している Windows Live ID とパスワードを入力します。サインインをクリックします。画面右上にカーソルを移動し、電話を探すをクリックします。本製品の最新の現在地を知りたい場合は、最新の情報に更新をクリックします。しばらく待ちます。本製品の現在地が地図に表示されます。本製品の着信音を鳴らしたい場合は着信音を鳴らすをクリックします。しばらく待ちます。成功すると本製品の着信音が鳴ります。着信音を止めるには、本製品の電源ボタンを押します。OK をクリックします。本製品を遠隔でロックしたい場合は、ロックをクリックします。ロック画面に表示するメッセージを入力します。本製品を遠隔でロックした後に、ロックを解除するためのパスワードを設定します。任意のパスワードを数字4桁で入力してください。ロックをクリックします。しばらく待ちます。成功すると、本製品がロックされます。ロックを解除するには、先ほど設定したパスワードを入力してください。説明は以上です。